はい、それではいよいよ、トレスさんの第4章をやっていきたいと思います。ちょっとパーティー構成若干迷ったんですが、まあサイラス先生とフィリエさんは残して、オルベリックさんを入れてみました。ちょっとジョブも迷ってはいるんですが、オルベリさんはまあカリウドでいいと思うんだけど、セイラさんを踊り子で、オフィリアさんを商人にしていますが、レトレサ盗賊、ちょっと変えた方がいい気もするけど、まあまあ一旦このまま行ってみますかねと思ったけど、これ奥義覚えてるのか、じゃあ大丈夫か。いけますかね。大丈夫そうかな。オルベリックさん、弓の奥義、まあ、いらないか。大丈夫か。はい。では、どこだっけ。こっちかな。ここですね。行ってみましょう。トレサ第4章。グランポートにたどり着いたトレサ。街は大競売の話題で持ちきり。果たしてトレサの本当の宝物とは？やってみましょう。前回までのあらすじ。ビクターフォローで商船船長レオンと再会したトレサ。海賊時代のレオンの親友が残した宝、遺跡エルドライト。それを見つけ出しレオンに渡すも彼は受け取らなかった。宝物ならもう持っている。この親友の船と商船船長として生きる道だと。人には誰にでも宝物がある。本当に大切なものは一つだけだ。レオちゃんの宝物は何だい？レオンの語る本当の宝物は未だ見つかっていないが、遺跡エルドライトを手に大競売へ向かうのであった。隠してグランポートにたどり着いたが。ついに来た。これが、まあ、景色のいいところですよね。大競売。世界中の商人と品物がここに集まっている。すごいすごい、こんなの見たことない。あの奥が競売会場。どんな商品が出品されるのかしらね。おい、大富豪ウィンダム。え、あの有名な、有名なんですね。え、もう知ってるの、知ってるか。お嬢ちゃん、あれが機内の大金持ち。総資産は小さな国を変えるほど。何でも大競売に多額の出資をしているらしい。あの人。これはこれは。ウィンダム様、ようこそおいでくださいました。ここには世界中の宝や珍品が集います。手に入らないものはございません。どうぞ。必ずやお嬢様のお気に召すものをご提供いたします。期待している。金に糸目はつけない。娘を喜ばせてくれ。実は、この大競売の目玉はある催し物でな。
ウィンダムの御霊場への贈呈品の品評会。世界中の商品がお宝を出品し、一つだけ贈り物が選ばれる。その報酬はなんと10億リーフ。大凶魔への出資も総品評会を催すためだって噂。金持ちの考えは分からん。娘のためにそこまでやるか。ウィンダムの娘は世界一の幸せ者だな。しかし一体何人が喜ばれるのかね。気になるわね。もしやこのエルドライトだったり。その娘さん、ここで選ばれたら誰もが認める一人前の商人。よし。私もその品評会に出品するわよ。娘さんってどれくらいの年齢なんでしょうかね。まずは会場を見に行ってみるかな。ちょっとだけね。あ、これかな。この人かな。大丈夫？ありがとうございます。大丈夫です。ちゃんと歩けますから。そう？気をつけてね。これ、転んでるのかな？それとも、なんか病弱だったりするのか？ちょっと転んだだけかな？はい、お水持ってきたよ。すみません、こんなにご親切に。いいのいいの。私トレサ、行商人として旅してるんだ。旅を。私はノーアと言います。よろしくトレサさん。堅苦しいな。トレサでいいよ。はい、トレサ。まあ、大富豪のご令嬢だとすると、まあ箱入り娘で年頃の友達ね、年の近い友達とはあんまりいないのかもしれませんね。ねえ、大丈夫？怪我とかなかった？ええ、もう少し歩けると思っていたのですが。私は昔から足が弱くて遠くに出たことがありません。やっぱり単に転んだとかそういうことではなくて、もともと足が弱いのか。小さい頃からずっと外の世界に興味がありました。きっと見たこともない素敵なものがあるんだろうなって。この子、私と同じ。もしこの子が、大富豪のご令嬢だとしたら、品評会に出すものは決まりましたね。トレサの、なんだっけ手帳ね。でもこの足ですから、いつの間にか諦めてしまいました。ここには勇気を出してきたんです。私を変えてくれる何かがあるかもしれないって。私の
宝物が。宝物。おお。お嬢様、やはりそういう展開ですかね。え？ジル？心配をかけてしまいましたね。はて。こちらの方は、ええ、トレサ、助けてくれましたよと。おお。心から感謝を。いえいえ、それほどでも。私はウィンダム家に仕えるジール。ああ、やっぱりね。お礼をさせていただきたいのですが、あいにくと時間がなく。お嬢さんはそろそろ会場に向かいませんと。それでは。うん。また会おうね、ノーハ。お嬢様、大富豪の娘だったと。おー。品評会はあの子に贈るものを決める。ん？これは誰だ。露天広場に向かう。負けちゃった。どれ作品。ウィンダム家がこの大競馬に来るのも当然か。サイラス先生ご存知ですか。いや、おそらく商人の君とは違う意味で、なんか歴史的に意味のある家系なのかな。ウィンダム家は多くの芸術家を抱え、学会にも多額の寄付を行っている。なるほど。家系図を遡れば、古代王、古王国時代の時代から続く名家だ。名家だ。ちょっと、なんか漢字が読めなくなってしまってる。芸術や歴史の変革に立ち会い、歴史書物でも記されている。我々学者にとっても縁の深い名前だよ。私たちの間では大王としか知らなかった。ウィンダムの名を聞いたら手を揉めっていうくらい。なるほど。ははそう考えると面白いよね。商人から見たウィンダム家、学者から見たウィンダム家。同じ家のはずなのに、視点によって違う家になる。いろんな人がいるから、商売も面白いもんね。だから、学問も面白いのさ。なんやかんや。気が合いますよね。トレサさん、どうかあの方に成果のお導きがありますように。オフィリアさんの母のために乗ってくれてるのね。はい、こうして出会ったのも何かのご縁。あの方には笑顔でいてほしい。ここには勇気を出してきたって言ってた。お金は全部を解決できるわけじゃないもんね。悩み問題は人それぞれです。そうだね、それと宝物もね。はい。ノアが探しているものって何かな？見つかるといいな。今までの旅を記した手帳がいいんじゃないですかね。あれ、ここ下がるわ、ここ。あ、あるね。
珍しいものがいっぱい。もうここでだいぶ買い込みましたからね。あ、ゼネディー家の食器。レネの手ぬぐいに、紅玉岩かな、ベルモンドの金貨。ふむふむ、さすが大競売、レベルが違う。忘れないように書き記しておこう。おっと、あら、お嬢さん、その出記。何でしょうか。ちょっと、その時見覚えがあるかも。ちょっと見せてくれる。取られないかな、大丈夫かな。はい。あなたは私ずっと探してたの、この食器。ん？さあ、お題はこれでいいかしら、お嬢さん。おっと、ひどい。何も私の入国しておくわ。この席のことはもう忘れることよ。もともとの持ち主の関係者かな。石もちょっと荒っぽいよね。ひどすぎる。取り返さなきゃ。あの女どこ行ったの。あ、ん、あ、この人だかり。さあ、ご注目ご注目。次の人は取って、次の人は取っておきなよ。この人は懐かしの、これは、うん、これは、あなたのような高貴なご婦人にぴったりの一級品さ。また口、八丁でなんとか売ろうとしていると。まあ、アリーさんね。さあ、お次の品はこの幸せを呼ぶ中だ。怪しいな。悪加減の絨毯って聞いたことあるかい。その通り。カフカ家は北の国の有力貴族で、何年でも昔とある職人が絨毯を起動したんだが、そいつを家に敷いてから、カフカ家の運命は変わった。ジーユが次々と成功し、6人の子宝にも恵まれた。家族の思い出が積み重なっていくと同時に、絨毯は次々と幸せを運び込んでくれた。もちろん。こいつはなんとその絨毯を折った職人のものさ。へしきは格下げに続くのも夢じゃないかもしれねえぜ。まあ嘘はついてないだろうね。さあ、1万リーフから貼った貼った。1万5000、2万、よし、こちらのお客さんお買い上げ。毎度あり。いいですな。
彼の話を聞くと一層品物が魅力的に見える。うん、これも欲しかったな、足が飛ぶ敷物。繁盛繁盛、お久しぶり。お久しぶり大商人さん。やるじゃない、自慢の国は相変わらずのようですね。誰だっけ。ちょっと、ゴーダの町で助けたトレサですよ。もやし女。まあまあ、お宝は手に入れましたが、大事なものが取られてしまいました。持ち前のゲームプリを豆腐したと。ちょっとね、大事な手帳が、手記が取られてしまったんですね。カッカッカ。人の日記を取っていくやつがいる。笑い事じゃない。手記のことは忘れるってぞ。何言われた。よし、今日はひとまた見せじまい。え、しょうがないな。ありがとうございます。一緒に探してやるよと。お前には借りがある。うん、そうでしたね。ありがとう。いい人ですね。やれやれ、褒めたって何も出ないぞ。商人の脇は甘くない。お、いた。あの人ですね。お、まあ、トレサは縁が割れてるというか、近づいたら警戒されるので、アリーさんが何とか取り戻してくれないかな。まあ、こっちですね。あそこにいるな。見つけた。私の手記を奪った女。変わり者だ。なんでお前の手記なんか。静かに。ご苦労。エスメラルダ。ええ。はい、失礼しました。ちょっとずっと映像が若干乱れていましたが、治ったようですので、続きやっていきまーす。幹部エスメラルダ。これがその手記よ。確かに。ここにもう用はない。そうね。おいおい。やばそうですね、明らかに。どうする？そうはいかないわ。まあ、かといって諦めるわけにはいかないですよね。
そう来なくっちゃ。ご来場の皆様、まもなくウィンドウ家主催の品評会を開催いたします。お一人につき一品だけ出品が認められます。これ以上の贈呈品に選ばれた品には10億リーフが支払われます。商人の方々はどうぞご自慢の一品をご準備ください。そういや、品評会があるとなあ。どれでもなんか出品するの？まあそのつもりだったんですが。え？はあ？秘跡イルドライト。いつまでそんなレアもの俺に売ってくんない？チッチッチ。ダメダメ、価値の分かる人じゃなきゃ。でも見直しされとりさ、こいつはマジで選ばれるかも。これは確かに希少だけど何か違う。ご令嬢のことを考えるとね、単純な宝石というよりは、まあ今はうまく言葉にできない。とにかく今はあの女を探さないと。おっと。まあ多分こっちがラストダンジョンみたいな感じになるんでしょうね。お、出てきた。あと黒服。よし。アリーさん任せます。え？黒服の男は俺が引き継げる。お父さん、あの女を追いな。まさか。やれやれ。俺の武器忘れたのか。こっちですね。あの時の代わりきっちり返すとれさ。かっこつけすぎたかな。大丈夫ですかね。さて、どいっちょかますか。よう。ご紳士、投資補助さん。ん？何さ、このガキ。それでもやり手の上にさ、出なきゃここにいないよ。それ、商談をする暇はない。実は。実は気になってね、お宅のその懐中時計。ちょっと急ぐわよ。これはそれジグラトの時計だろ。東方の王ジグラトが重用した時計。その王曰く、人生で最も重要なものは時間である。詳しいな。だが俺が、これが俺の一番ではないぞ。おっと、男の人が、
食いつきましたね。ふん、角度計の話になるとこれだなあ。なんだなって、少しだけ時間をもらえないか。実は俺も持ってきてるんだ、とっておきの時計をさ。おおどれ。すごいね、うまいこと引き離した。私は先に行くよ。うん、決めた、一人になった。よし、じゃあ、ひとけ、ひとけの少ないところで、手記を取り返しましょうか。